自然のものもはみんな違っった形を持っています例えば空の雲も海辺の貝殻も小石も一つ一つが違うそれこそが自然なんですそして私たち人間も違う形を持ってるよとそれを私に教えてくれたのは小さな小さな子供たちでした 保育士とと聞くと皆さ子どもに寄り添って生活のお世話をしたり遊んだり実は私はそれとは少し違う保育士として生きています私は縁には属さずに自由に動き回って子どもにとっていい環境を作るそれを自分の仕事にしていますこれは私の形を生かして 自分でで選んで作っっていった保育士の形です保育士をして私は何百人という子どもたちに出会ってきましたが彼らが私に教えてくれたたった一つのシンプルなことそれを今日は皆さんにお伝えしたくてここに立っています昔の話を少しさせてください。 私ののの保育士1年目の時の話ですたくさんの感動とショックいろんな出会いがありましたその中でも印象的だった子どもの話ある男の子はいつもおもちゃを投げつけていた私は壊れちゃうよと伝えましたするとケロッとした顔でまた買えばいいじゃんと教えてくれました何でそんなこと言うんだろうと思いましたがでもよく考えたんです私も 物が壊れたら買ってるなとそう彼らはよく見ているそして私たち大人の行動言葉を吸収しているだけなんですまたこんな子もいましたお絵描きをしようねという時間に何もしないそして不安げに言うんです何色で描くの何描けばいい先生書いてと。 なんでかなと思っているとお迎えに来たお母さんはその子にはいカバン持ってはい靴履いてはい早く行くわよとその子が考える余地も与えずにたくさん言葉を与えていましたもちろん悪気があってじゃありませんまたこんなこともよくありました「チックって聞いたことありますか?」「いつもとは違う行動を子どもがすることがあります」「爪を噛んだり性器をいじったり」 大人はやめさせようとしますが止まらないんですそんな時私は保護者の方とたくさん対話をしました「最近どうですか?」とすると「実は最近こんなことがあってイライラしてた」とか「こんな変化があってすごく落ち込んでた」とかそんなことが出てきますそしてたくさんたくさん聞いてふっと肩の力が下りる瞬間があるんですそうすると子どものチックは「 きれいさっぱり治っているそんな事例を私は目の前でゴロゴロと見てきました保育士1年目私が知ったことは子供は私たち大人の鏡そんなことに気づいた2006年私はアマゾン川へ旅行に行にったんですそしてここで一つ大切な問いを持ち帰ることになりました葉っぱや 小鳥たくさんの命に囲まれてああ人間も自然の一部だと思ったんですその時人間の自然な状態ってどんなだろうと浮かび上がりましたそして帰国後答えは子供たちの中にありました彼らは大いに泣いて大いに笑いますそして思いっきりいじけますね そしたたたっと近づいてきたかと思えば「めぐ先生大好き」と言って逃げたりします雨の日には雫のダンスを踊って晴れの日にはお日様の歌を歌っているそう彼らは自分にとても素直に生きているんですそしてないものを欲しがるんじゃなくってあるものに目を向けて喜び楽しんでいる 人間の自然な姿ってこれなんだなぁと私は実感しましたさて先ほど言いました大人たちは子供たちにたくさんの影響を与えているでも現代の大人たちってどうでしょうかたくさんの保護者の方に出会ってきましたしたくさんの保育士の人と一緒に働いてきましたが 全員ではありませんけれど多くの大人がとても忙しいそして心が疲れている例えば生涯に一度うつ病にかかると言われている人間は15人に1人そして今100万人を超える人が医療機関にうつ病患者として通っているそんな現状がありますさらにその患者さんはほとんど 子育て世代にとても集中している保育士さんもそうですさらに2010年には児童虐待の相談件数が5万件を超えましたそれらの大人のストレスや疲弊全部子どもたちに伝わっています言葉で態度でエネルギーで悪気がなくても伝わっていくその結果ニュースに出たり 出なかったりしていじめや学級崩壊引きこもりなど今度は子どもたちの心に鏡となって映っていっているそんな負のチェーン現象があると私は感じていますさて私は何ができるんだろう保育士は卒園してしまったら何もできないそう思って無力感に襲われて泣いた日がありました でもよく考えたらそれは概念かもしれないそう思ったんですそんなに影響力があるなら私は保育士として子供だけではなく子供の隣にいる大人が笑顔になるお手伝いもしたい私は欲張りになりましたどうして笑顔にならないってそれは一生懸命大人たちは 理想に近づこうと同じようにしようと完璧にしなくちゃと頑張っているからそして自分をどこかに置き忘れてきてしまう実は私は今こんなところに立って皆さんにお話をしていますがもともと生き生きと生きていたわけではないんです私の話を少しだけしたいと思います もともと私はとてもおっちょこちょいで一日に何度も物をなくしたり落としたりして大騒ぎなんですそして小さい頃から周りの大人になんでちゃんとできないんだなんでそんなに不注意なんだと怒られてきましたその度に私は私を怒りましたなんでみんなと同じようにできないのと大人になってからも 実は当たり前の業務ができなかったりしてこんなことはできないなんて保育士失格だよなんて先輩に言われたこともあったんです本当にそうだよなぁと思ってまた私を怒りましたけれど目の前の子どもたちを見てみたら耳の聞こえない女の子がいたんですがその子にいつも優しくしている男の子がいたんですそして 耳の聞こえない女の子は手先がとても器用だったから靴ひもを結んであげていましたその支え合いを見た時にああこれだと思ったんですよく見たらそこだけじゃない子どもたちはいろいろなできることとできないことを支え合って暮らしていたんです私たちはそうやって支え合うことができることを いつしか忘れていってしまったのかもしれないそして1年半前です私にとってとても大切な最後の1ピースが揃ったんですひょんなきっかけから私は病院で診断を受けることになりました私は発達障害だったみたいです診断書を手に持ってプルプルと震えましたそして涙が 流れただってようやく言えるんですなんでできないの私じゃなくてできなかったんだよねってでも頑張ったねってようやく認めてあげられたんですとても素敵な先生がこんなことを言いました「あなたはできないことがあるけどできることがあるよね人ってプラスマイナスゼロみんなそうなんだよ」って言いました。 私は母親に電話をしてこんなスペシャルに産んでくれてありがとうと言いました自分を知って愛した時そこから私の世界は動き出したんです自分の形を勇気を持って知るそしてそれを受け入れるとどうなるか目の前にいる人の形が見えてくる凸凹が 愛おしくなるそしてあの小さな子たちのように生かし合える違いを生かし合うということがその後できていくんです人には役割があると感じています自分の形を知ることからそれは始まります私はただこの言葉を言いたいだけなんです子供たちに。 そのまんま大きくなってねこれを言うために何も千人一万人社会を変えようじゃなくてもいいんですたった一つの家族からでもいいたった数人の仲良しグループからでもいいから違いを生かし合うことを始めてみませんかだって私たちは自然の一部だから今日は皆さんに 私から伝えたいことがあったので短い短い手紙を書いてきました最後に伝えさせてくださいデコボコなあなたへ不器用でありがとう寂しがり屋でありがとうわがままでありがとうできないあなたでありがとうあなたのデコボコが 私と誰かのありのままを支えてくれるあなたはどんな形をしていますか世界でたった一人のあなた私はこれからも私にできるやり方で私らしい保育士として生きていきたいと思っていますぜひ 手をつないでください。